ここに行きましょう。ここです。あの方の登場です。おーがねー、のーすみ、私のね、これ私のだからね、マジマナマナヤマジモノマネやめて。見えない時も見えない、普通にタイトルをコーナーのタイトルを見なさい、あんた。ええ、一回もちゃんとやったことないね、あんたね。だって。は？だって。何がだって。ちゃんと言いなさい、コーナー。これ読んでから私が来るっていう流れでしょ、何回も言われているよ。ねえ、のぞみさん、一回チルチルパーマで出たって本当？バラしてた。バラしてたの？バラしんいちろうが。ちれんだくんが。うん、あらあの時よ、したたか恥ずかしかった。うん、みんなが私って気づかないわけよ。だからあれなんかコントみたいなお話だったからさ、あんまりこうなんつうの、素のしゃべりができないさね。でも途中でもう一回言ったからね。私ユタの大金のぞみだけど、全部説明しないといけんかった。え、こんなことどうでもいいでしょ。ああ、あなたのお悩み見えるような時間よ。来てます。マリー、先週も言ったけどさ、選ぶメールちゃんとしてね。あんたいつもやりにくいのしか。大丈夫、今日はもう全然。あ、そう。大丈夫です。はいはい、来てますか、今日もメールが。頑張れ元気くんか。はいはい。大金のぞみの見えるよ。はい。のぞみさん、うん、うちのお墓7月に掃除をしに行ったら、うん、お墓の隅にビー玉が一つ置かれていたんですが、はいはい、先月お盆前に掃除しに行ったら、うん、そのビー玉が3つになっていて、うん、先週お花を供えに行くとビー玉が全部なくなっていました、はい、これってちょっと怖いんですけど、うがんぶしてですか。あー、なるほどね。本当にマジで起きてることでなんだか気持ちが悪い出来事です。本当に心配してる。うんうんうん、わかるよ、そういう不安になる気持ち、うん、じゃあちょっと見てみようね、うん、はいはいはい、はいはい、見えました。うん、見えた見えた、うん、どういうことかってことでしょ。うん、うん、そのね、お墓の近くにね、うん、ラムネ好きがいるね。これは人間？あ、これ人間、人間、人間のラムネ好きが、ラムネ好きがいて、うん、ラムネよく飲んでいるね。飲んだ後に、うん、行儀が悪い。あの瓶からビー玉から出してるわけ、ビー玉を、うん、置いてってんだ。転がしてるわけ。あ、転がしてる。これね、行儀が悪い人がいるから。はいはいはい。うん、そうで、これはうがん不足だよね、注意不足だね。あ、じゃあこれは注意不足ただの。今度注意しに行った方がいいよ。じゃあここでラムネは飲まないでください。なるほど。じゃあこれはもう気にすることでも何でもない。なんで気にすることじゃないよ、お墓だからね。あ、そっかそっか。お墓っていうのはね、昔からラムネ飲む人もいるし、うん、酒飲む人もいるし、うん、寝る人もいるし、そこで。そうね、いろんなことする人がいるね。うん。広いからってね。そうそうそう。じゃあ全然気にしないでいい。大丈夫。頑張れ元気くん。うん。解決。心配しないでね。はい。丈夫ですね。で、続いてはこちら、はい、サーロお兄さん、先週は見えるようで大変失礼なこと言って申し訳ありませんでした、うん、でもさ、のぞみ出てきなさいって言って本当に世界中の人間が出て行ったらのぞみビビるよね、真剣に言ってって、うん、こいつは何を言ってた私の出て行きなさい、お払いよ、うん、それで世界中の人が言ったら出て行ったらビビるよね、うん、で真剣に言えって言ってるわけで、え、マジムついてるのこの人にサウロお兄さんに。あ、マジムがついててこんな変なこと言ってんだ。言ってることおかしいから、死に滅裂だよ。おかしい、選手も変だったもんね。ね、うん、一応でも言っておく、うん、本気で、うん、言って言ってどうなるかどうかわからないよ、うん、やってみる、うんうん、じゃあちょっとやってみるね。お願いします。うん、いきますね。出て行きなさーい、出てすごい、どうなったかな、綺麗だったかな、悪いものは出てきたと思うよ。前になんかボイスレコーダー撮って、なんかあったらこれ使いたい。そうね、私はだってこのお祓いの時の勢い、威力は織田無道さんの次にすごいって言われてる。本当にそんぐらいの勢いはある。悪いもの出てきたと思う。はい、うん、もう終わりなのか。で、なんでこれやらされたのか。そうだね。一回会いたいな、サウロお兄さんにはね。一回ちゃんと一言言っときたいな。あのね、ちみにシリコアサーさんから、はい、のぞみさん、ものすごく暇な時は何をして過ごしますか。
暇つぶしの天才のぞみさんに僕の暇な時間の使い方を解決してほしいっていう。ああなるほどね、うん、これ失礼だけどね、暇はないですから私は。あ、そうか、忙しいんだ、うん、そうで、一見ぼーっとしてるように見えても、うん、ずっとおしゃべりしてますからね。 あなた方には見えない人たちと、うん、あ、レイコンと、レイコンあ、レイコンっていうタイプなんだ、うん、レイの魂と書いてねレイコン、そうそう、幽霊と言ってレイコンっていうタイプなんだ。あ、あんたやっぱちょっとサーダカーだねあんまり一般の方で、私たちは使うよ、レイコンあんたなかなか一般の人でね、珍しいレイコンっていうのね。あ、じゃあ、それじゃじゃあ、チューリシーパーサーさんも、うん、なんかそういう力を身につけて、そう、ね、ずっとおしゃべりできるようにすればいいのかな、うん、それでもまだ暇な時はさ、やっぱり暇つぶしというか、うんうん、ウチナー線香ですね、うん、12本3本にこう折っていくんですよ、あれあれ、6本、人の1枚で6本です、あれを3本ずつに折っていったりするわけ、 あれは相当暇つぶしにはない解決じゃん、線香折るね、お中元のプチプチ潰すのと一緒で、あれは線香折る、結構大変、内カビ開くのもね、ああ内カビ開きにくいわけね、開くとき、でも開かんと燃やすときに、そうだね、そうだね、飛んでしまうからよ、うんうんうん、ああいうことやったら手先も綺麗になるし、なるほどね、はい、あ、内カビやっぱちゃんと開かないと飛ぶんだ、あのパターンあるね、開いて飛ばないパターンと、あのクシャクシャってして飛ばさないパターンと、なるほどね、それぞれありますから、それはもうその時の温度と湿度、うんうん、だからそれはもうあの気象予報士に聞いてください、その時は、うん、あと1個だけ、ラッキーナンバー15さんが、うん、のぞみさんにポエムをお願いして、うん、しまって選手嫌なメールを送ってしまい、ね、はい、失礼しました、ただその後から右腕が重いんです、のぞみさん何かしましたかっていう、してないよ、私のせいじゃない私だってあの日から肩がずっと何かしたら払ってください、うん、払って、払わんよ、あんたが私の払いなさい先週からずっと引きずってるんだから、ああ今日もビクビクしながらマイクの前で喋ってるよ私。じゃあウィンウィンですね、うん、じゃあ最後にメッセージを一言お願いしますそうですか、提言をいただければ、わかりました、つくもつかずもお互い様、ね、ということです、ね、お互い様ですから、ね、出ていきなさーい